ですよ。あくまでも噂なんですけどね。二人とも何話してるんだ？あ、キリト君。キリトさん。ちょうどよかった。今シリカちゃんから開かずの扉の話を聞いてたんだ。開かずの扉？聞いたことないな。シリカ、詳しく教えてくれるか？はい、それじゃあお話ししますね。実は先日、氷山地帯で氷に閉ざされた扉が発見されたそうなんです。周りに強い敵がいるわけではないので、扉まで行くこと自体は難しくないらしいのですが、どうしてもその氷を溶かす方法がわからないみたいで、先に進むことができないんだとか。へえ、扉の先は前人未到のエリアか。キリト君ったら嬉しそうな顔しちゃって。あれ、そんな顔してたか。新しい攻略には目がないですもんね、キリトさん。そうだ、せっかくだしこれからその扉を調べに行かない？もちろんいいよ。それじゃあ早速行ってみるか。そうしよう。楽しみだね。さて、問題の扉の前まで来たわけだが、確かに力ずくでどうにかできるものじゃないな。そうだね、何か仕掛けがあるって考えてまず間違いはないと思うけど、少し調べてみましょうか。ああ、そうしよう。あっ、何か見つけたか？二人とも見て、この扉よく見たら表面に何か書いてあるみたい。あ、本当ですね。氷のせいでかなり見づらいですけど。それがこの扉を開けるヒントでまず間違いなさそうだな。どれどれ。妖精族のカイナを広げ、もう抱かん、思いし心ささやけば扉開かれん。肝心なところがわからないね。何を示してるのかな。これだけじゃ情報が足りないな。何か他に手がかりがあればいいんだが。シリカ、それはさすがにないんじゃないか。そうだよシリカちゃん、確かにそんな言葉のかけらはあるけど、そのままの意味じゃない気がするな。
でしょうか。でも試す価値はあると思います。本当の気持ちをささやく、それができるプレイヤーがいなくて今まで扉は開かれなかった。そう考えることはできないでしょうか。まあ試す価値がないでもないか。それじゃあ試しにやってみるか。はい、やってみましょう。とは言ってもどんなことを言えばいいのかな。思いし心ですから、相手を思う気持ちがあればどんなささやきでもいいんじゃないでしょうか。あのもしよければ私からキリトさんへの思いで試させてもらえませんか。タイはないんです。もちろんキリトさんにはアスナさんがいるっていうのは分かってますよ。シリカ？やだな、何言ってるの。でも私もキリトさんにはいつもお世話になってて、感謝の気持ちは本物だから。お願いです、やらせてください。もうシリカちゃんたら、分かったよ。そんな風に言われたら断れないよ。ありがとうございます。シリカちゃんの気持ちちゃんと受け止めてあげないとダメだからね。ああ、分かってる。それじゃあおいで。シリカがいてくれていつも助かってるよ。これからもよろしくな。何も起きないみたいね。そうみたいだな。シリカ？私じゃダメみたいですね。そもそもの条件が違うんじゃないか。いえ、まだわかりません。思いの丈が足りなかったのかも。そうだ、お互いを思い合う気持ち、わかりました。ここはキリトさんとアスナさんの愛の力じゃないと開かないんですよ。きっとそうです。あ、愛の力？そうです。それが分かれば善は急げですよ。どうぞ。シリカ、本当にこれで扉が開くのか？きっと開きますよ。お二人ほど素敵なカップルはいませんもん。私後ろを向いてますから。そうだね、分かった。シリカちゃんが頑張ってくれたのにここで諦めちゃダメだよね。キリト君、行くよ。仕方ない、分かった、やろう。キリト君、愛してます。これからもずっとキリト君の隣にいたいな。俺もだよアスナ、これからも絶対手を離
さないから。キリト君。そうだな。ほらシリカ、やっぱり条件が違うんだよ。こんなにロマンティックなお二人のささやきでも扉が開かないなんて。シリカちゃん、顔真っ赤よ。アスナさんも真っ赤です。自分で告白するのも、お二人のを聞いているのも恥ずかしかったです。俺も久々に精神力を削られた気持ちだよ。なんだか疲れたな。今日のところは一度町に戻らないか。うん、そうだね、そうしよう。記事か。どれどれ。あ、これ、この前の開かずの扉ですか。そうなの、やっぱりあれ、全然違う条件があったみたいでね。あの扉のすぐそばに雪に埋もれた妖精のレリーフがあったみたいだな。そうなんですか？全然気がつかなかった。クリアされてないクエストだったし、うまく隠されてたのかもしれないね。その妖精のレリーフの手に愛の歌ってアイテムをはめ込めばクリアだったらしい。ささやくのは自分たちの思いじゃなかったみたいだね。だな、なかなかの恥ずかしい体験だったな。仕方ないよ、こんなこともあるよね。でも次からは慎重に行こう。そうですね。さあ気を取り直して新しいクエストでも探そうか。はい、そうしましょう。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。今日は楽しいお祭りだよ。そういえば、今日はお祭りイベントの日だったな。いろいろな屋台があって面白そうだ。誰か誘ってみようかな。誰を誘うか。フィリア、ちょっといいか。
どうしたの？もし暇なら一緒にお祭りに行かないか？え、私？キリトと二人で？そのつもりだけど、誰か誘おうか。今からメッセ飛ばせば来てくれるだろうし。ううん、いいよ二人で。ただまさかキリトが誘ってくれるとは思わなかっただけだよ。そうか。すぐ浴衣に着替えてくるから、ちょっと待っててね。さすがはトレジャーハンター、期間限定アイテムの浴衣もとうに入手済みか。ほら見て、綿飴とかき氷があるよ。なかなか本格的だな。あ、あれってイカ焼きじゃない？こんなのまであるんだ。フィリア、食べるか？うん、せっかくだし、どのくらい味が再現されてるのか実際に食べてみよう。一つください。300ユルドです。ありがとうございます。ほら、落とさないようにな。ありがとう。それじゃあ、いただきます。うん、おいしい。イカ焼きの味がするのか？うん、リアルと同じだよ。こんなにちゃんと再現されてるとは思わなかったな。足も食べてみようっと。はん、うん、どうしたんだフィリア？イカが噛み切れなかったのか。違う。違う？うわわ、うわわ、ひふい。で、うわ、このイカまだ生きてるじゃないか。だからじっとしててくれよ。よし、取れた。うわぁ、ひどい目に遭った。もう、なんなのこのイカ焼き。ただのイカじゃなくて
イカ型のモンスターだったみたいだな。表面は焦げてるのに、なんて生命力なの？っていうか、なんでお祭りでこんなの売ってるのよ。ほら、串が刺さったまま地上走って逃げていくぞ。シュールすぎる光景ね。わあ、私のイカ焼き。追いかけるか。いいわよ、もう。それよりまさかキリトにはあんな姿を晒す羽目になるとは思わなかった。俺もまさか人の口の中に指を突っ込むことになるとは思わなかったよ。でもありがとう、助かったわ。なあ、ちゃんと取れてよかったな。このまま取れなかったら、イカを口から垂らしたまま冒険することになるかもしれなかったからな。もう、人がちゃんとお礼言ってるのに。ごめん。まあいいわ、まだ回ってない屋台もたくさんあるし、次行きましょう。早くしないとお祭りが終わっちゃうしね。キリト、早く行こう。まあ。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。誰を誘うか。ストレア、今時間あるか？キリトだ。どうしたの？デートのお誘いなら大歓迎だよ。いや、お祭りに行こうと思ったから、ストレアも一緒にどうかと思ってさ。なんだ、やっぱりデートのお誘いじゃない。キリトから誘ってくれるなんてすごく嬉しいな。そうか、喜んでくれたならよかったよ。それじゃあ着替えてくるから、ちょっと待っててね。さすがストレア、ちゃんと浴衣を用意してるだなんて準備万端だな。期間限定のイベントだからな。普段は本土側に拠点を置いているプレイヤーたちも集まってきてるみたいだ。ねえねえキリト、お店がたくさんあるよ。見たことないのばっかりだね。あれって何を売ってるの？あれはお好み焼きだな。日本のお祭りでは定番の食べ物だよ。世界観的にはどうかと思うけど、それを言い出したら SAO にもラーメンみたいなものがあったしな。細かいことは気にしない。そうだな、そもそも浴衣があるくらいだし。一度に聞かれても答えられないぞ。とりあえず屋台を一軒ずつ回ろうか。うん、キリト、エスコートよろしくね。ストレア、両手にそんなに抱えて全部食べるのか？どれ
れも美味しいんだもん。あ、キリト、あれは何？また何か見つけたのか？あれはリンゴ飴だな。懐かしいな。昔はお祭りに来るとすぐがよく食べてたっけ。へえ、リンゴ飴って言うんだ。ねえキリト、これも買って。ちゃんと全部食べろよ。はーい、店主さん、リンゴ飴一つちょうだい。はい、300ユルドです。しょうがないな。ほらストレア、落とさないように気をつけて持つんだぞ。わーい、ありがとうキリト。いただきます。うん、甘くて美味しい。お祭りは美味しいものがいっぱいだね。ああそうだな、現実のお祭りをそっくりそのまま移動させたみたいだよ。私はキリトたちがいつも言ってるリアルの情報はよく調べてるんだ。でも実際に見たり感じたりすることはできないから、お祭りに来られてすごく嬉しいんだよ。そっか、やっぱりストレアを誘ってよかった。私もキリトと来られてよかったな。お？どうしたんだ？ん？おかしいな、全然なくならないよ。ストレア、もしかしてリンゴ飴をずっと舐めてるのか？飴って舐めてると小さくなっていくものだよね。リンゴ飴は名前に飴ってついてるけど、周りを飴でコーティングしてるだけで、中身は生のリンゴなんだ。そうだったんだ、道理でなくならないわけだね。ストレアにとってはここにあるもの全部が未知の体験だもんな。もう食べられないや。やっぱり何も考えずにあれこれ頼むからだろ。じゃあこのリンゴ飴はキリトにあげるね。ストレアが今まで食べてたやつとか。うん、捨てるのもったいないじゃない。さっきから私ばっかり食べてて、キリトはお腹空いてるでしょ。確かにお腹は空いてるけど。じゃあちょうどいいじゃない。はい。ああ、ありがとう。ストレアは悪意がない分断りづらいな。何にせよ喜んでくれてよかった。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。疲れたし、また今度でいいか。